キチャンネル。じゃん、月曜日総チェック。はい、交流戦も終わりまして、さあ交流戦最後の総チェックなります。交流戦自体の全体の総括はまた違う動画で出しますけども、今日の総チェックは10日11日12日、週末3連戦交流戦最後のカードの総チェックでございます。皆さんね、おさらいしていきましょう。そして交流戦の総チェックはまた後日ね、水曜日ぐらいにあげるかもわからないですね。さあということで、ね、いきましょう。まずは西武対広島、10日3対6で広島、11日2対1で西武、12日11対0で西武、西武の2勝1敗で勝ち越し、広島交流戦再開です。はい。10日、カープね、6対3で勝利ということで、広島先発野村ね、久しぶり、5回3分の2、104球、4安打、3三振、39、3失点と、まっすぐカーブ、カット、スライダー、ツーシーム、チェンジアップと、まあいろんな球種をね、投げながら、まあ一番はですね、ストライク先行で勝負できたっていうところが大きかったですね。あとは低め、制球、まあできることをね、しっかりやって、2年ぶり白星。グッド。ね。で、西武はね、初回、山川のね、レフトへのツーラン。まあ、この、幸先ね、良かったものも、打たれるもね、この2回から7回まで、西武がね、広島が毎回得点して、まあこのね、点にも守られてね、野村はスイスイスイっていきましたけども、まあ3回ね、ウネンティン、ホームへ悪送球っていうところでね、その後の松山のね、ダブルプレー、これね、よく走ったかなと。だからまあ2回ね、広島が先制して、西武がね、1回先制して、2回の表ね、マクブルーブツーベース。で、坂倉が進塁打打って、上本のね、センター前タイムリー、これ1点取って、で、3回の表、小園ファーストの内野安打、相澤センター前。で、野村が送りバンドで、菊池のね、この3塁ゴロ、ウネンティン悪送球、バッて。これね、しっかり取っててアウトにしてたら、その後失点なかったかなと。でも、ワンアウト満塁になって、松山のね、ダブルプレー崩れ。ね、松山、グッソーレ、全力疾走ね、が構想して、この1点。で、4回表、ワンアウト三塁からね、堂林がタイムリー。で、4回の裏に、西武がね、栗山ツーベース、で、オグレディフォアボールで、外崎のね、サードゴロ、ツーアウト、坂倉ハンブル、バーッと。ダメです。取ってたらアウトです。だからちょっとミスがね、お互いミスし合うっていうところだけども、5回表ね、菊池が、レフトでホームラン。で、6回表、そのね、エラーした坂倉がホームランで挽回。で、7回表、菊池がね、センタータイムリーツーベースというところで、こう、ポンポンポンとね、点取っていったところでね、非常にいい勝ち方。まあ、菊池がね、このホームラン、チームとしてはね、交流戦初本塁打。チームね、ホームラン、この2本というところで、過去行われた、交流戦の中で最小ホームランにね、なってしまいました。でね、西武はね、高橋光成、6回103球、9安打、1三振、無四球5失点と、まあ、交流戦ね、DeNA 戦1失点、ヤクルト1失点、この広島5失点で、まあ、全敗っていうところで、抑えてるところも勝ちきれなかった。だから西武もね、これ高橋光成エースが投げてる時に勝ったら、もうちょっとスイスイスイと、いい交流戦がね、遅れたような、感じがします。11日、2対1で西武というところで、この日からね、源田が復帰。ね、あと西武はね、ルーキー古賀、今季初スタメンの平沼がね、4安打と、グッと、大活躍。ね、初回、オグレディがね、ライトホームラン。で、2回裏、平沼がね、ライト前。で、その先三振するも、ここで平沼が盗塁。で、古賀がね、レフトへ、ツーベース。1打点。7、8、9、下位打線で1打点。グッと。いい形ですよね。点を取りながら。で、広島はね、3回表、小園センター前。で、石原バント。で、ウグサレフト前タイムリー。というところでね、いい形で追い上げムードは作るんだけども、4回、5回、6回、9回、チャンスある中で1本出ずというところで、カープの方がね、圧倒的にこの試合はチャンスを作ったんだけども、4回、ワンアウト、ノーアウト1、2塁から上本がね、送りバント。で、ワンアウト2、3塁から堂林がセンター、内野安打打つけども、ワンアウト満塁、小園アウト。で、石原がアウト。5回、ピッチャーね、松本から佐々木に変わって、ちょっと制球苦しみ。ウグサフォアボール、菊池バント、松山フォアボール、マックブルーム、で、ここで本田に変わってもフォアボール、で、ワンアウト満塁からフォアボールで作ったチャンスだったけども、坂倉が3-2-3ダブルプレー。ここ、キーポイント。ここで1点取ってればっていうね。で、6回、上本ヒット、堂林バント、で、小園が三振して、相澤のキャッチャーフライ。ここもね、ノーアウトランナーだつけども、得点に絡みない。ね。で、9回、ね、ピッチャー松田が出てくるも、ワンアウトからね、長野センター前。で、ここで、ダイソン、ソネ出てくるけども、相澤ウーサがね、続かず。ね。ここで1点取れなかった。まあ、これがきつかったね。結構チャンスあったけどね。で、森下ね、先発、6回115球、9番73、4、4、9、1、デッドボール2失点とね。まあ、この1回、2回ね、失点しながらのも非常に踏ん張ったけども、きつかった。で、西武もね、毎回安打。で、3回以降0点。これもっとね、楽な展開になったはず。だから西武も広島も、お互いね、チャンス来るけど点取れないっていうところで、まあ、最後はね、
まあ2対1で、西武がね、リリーフ陣の逃げ切りっていうところだったんですかね。で、12日、11対0で西武というところで、西武先発エンス、7回92球、3安打5三振、無四球無失点と、もう完璧です。ストレートを走って低めにカットボール、ね、チェンジアップ、ツーシーム投げていくっていうね。で、広島先発アンダーソン、ね、逆に2回3分の2、79球、3安打5三振、6四球6失点と、もう、制球、大乱れです。ね。もう西武完勝、広島完敗っていうところでしたけども、まあこのね、もう解説しようがないのは、もうずっとヒット。で、オグレディがね、7号、8号、2本ホームラン。で、山川がね、20号、ね、60本ペース。で、外崎ホームランと、もうね、解説しようがないです。で、広島はね、3安打、完敗でございます。広島、完敗。広島、完敗。西武、グッバッティング。西武、完勝でございます。ね。あと、源田がね、やっぱり帰ってきたっていうところもね、西武は大きいかなと。ね。この辺もね、源田が4打数2安打2打点とね、守備で攻撃力っていうところで、まあ、怪我にもね、どんどん帰ってきて、で、オグレディ打ち出し、山川ホームランっていうね、で、まあ、森もね、帰ってきたっていうところで、まあ、戦力がね、この交流戦に整いつつあったっていうところでは、後半戦楽しみかなと。まあ、結果ね、2勝1敗で、西武の勝ち越しでした。続いて、日本ハム対中日。10日、2対1で日本ハムサヨナラ勝ち。11日、10対0で日本ハム。12日、2対0で日本ハム。日本ハムの3連勝スイープ中日3立てされまーす。これはきつい。中日だってもうこのね、この1週間の6試合でね、9点しか取ってないのよ。だからロッテ戦2点、6点、0点。で、日本ハム戦1点、0点、0点と。6試合で9点。平均が 1.5 点。それは勝てません。ね。10日ね、2対1で日本ハムというところで、日本ハム先発噂はね、9回124球、4安打9三振、2四球1失点と、5月 MVP、グッと、ナイスピッチ、さすがです。で、中日も大野ね、9回134球、5安打7三振、2四球1失点、グッピッチ。もうこれで負けたらね、もう大野のせいじゃないよ。ね。で、日本ハムはね、5回裏、浅間がレフトへ、浅間がね、ライトへツーベース。で、ヌニエスショートゴロ。で、宇佐美セカンドゴロ。の後、中島フォアボール。で、ここで2アウト1、3塁から上川畑ね、高めのストレートね、振り抜く。しっかり。で、振り負けることなくね、コンパクトに振って、で、左中間ね、タイムリーツーベースで行って、ね。で、中日も7回表にね、ビシエド、サード内野安打。これね、サード中島ね、これは処理したいね。そのちょっと、その土の上でね、バウンドちょっと変わったかもわかんないけども、あんつうか、はざまとかじゃなかったからね、これは処理したい。で、ここはね、内野安打になって、で、ここで高橋の時にね、初球エンドラン、こうしっかりね、ビシエドでも、スタート遅かったね、ひょっとしたらダブルプレイになるかっていうところだったけども、しっかりね、セカンド進塁して、で、安倍サードゴロ、で、その後ツーアウト二塁から、木下がね、センターへ、タイムリースリーベースと。日本ハムはね、こっから同点でいって、ね、11回裏、ピッチャーロドリゲス。ワンアウトから、清宮、セカンド、エラー、安倍、バーッと。で、その後、松本のね、サードゴロ。これ、スリーボール、ツーストライクだったんでね、一塁ランナースタート切って。で、ツーアウト二塁から、ヤチがね、サヨナラセンターオーバー、タイムリーツーベース、ヤチ、グッド、アベ、バー。最後は、エラー。両チームほぼチャンスなかったのよ。だからもうね、この5回の裏、7回表のね、日本ハム中日はワンチャンスワンチャンスでものにして延長になって、最後は、エラーで決まる。残念。これちょっときついね。まあでも最後ね、ヤチ、グッバッティ。ナイス。いいところで打ちましたね。で、10日、11日、10対0で日本ハムというところで、中日はね、約1ヶ月ぶりの先発、岡田ね。1回21球、2安打1三振、2球3失点、ノックアウトということで、もういいところが全く出ず。ね。で、日本ハム先発、杉浦、6回98球、4安打5三振、1球無失点。もうストレートがね、飛びかく伸びあり、これ、もう、スイーってたんで、しかも中日打線があんまりタイミング合ってないということで、より見えたね。で、フォークボールね、低め落ちる球、あ、低く投げて、それはね、抑えるっていうか、いいピッチングできるね、非常に。で、日本ハムはね、初回ね、しっかり、まず先制して3点取って、まあ勢いに乗ってね。で、あと5回、6回ね、この、まあ初回、5回、7回ね、3点ずつ取っていくんだけども、このね、5回の裏、ここね、ワンアウトから野村ライト前、谷地、センター前、で、今川がレフトタイムリーツーベース、で、石川の時にね、ここ見事、ツーランスクイズ。ガーッ。もうだからセカンドランナーね、今川も、全くね、躊躇することなく走ってきたし、あとこれね、ツーストライクからっていうところで相手のね、それまで外したりしながら、ね、ちょっとこう、なんかやってくるんちゃうかっていうところのね、経過心としてはドラゴンズバッテリーで、ね、非常に良かったけども、これツーストライクになってするとは思わなかったね。そこら辺はビッグボス采配。しかもそれをね、きっちり決めて、で若干バタバタしてね、ビシエドがファーストに投げて、でもまあね、ビシエドの気持ちもわかる。ツーランスクイズ。そんなしてくると思わないからね。普通にファースト OK と思ったら走ってきてたんだよね。だからそこら辺をね、このノンストップで投げたから回るんじゃなくて、もう今がノンストップで回ってきたっていうね、あの走塁。グッ
ナイス走塁、ダブルスチール、ダブルスチールじゃない、ツーランスクイズね。そういったところでは非常にね、素晴らしい点の取り方。で、7回を裏はね、松本フォアボール。で、野村レフトへツーベース。やちアウトになって、ワンアウト二三塁から今川センター、2点タイムリー。で、石川アウトになるけど、まあ、浅間がね、タイムリーツーベースと。このね、下位打線で、上位から中軸じゃなくて、下位打線。中軸から下位打線に行って、この得点をしていくっていうところでは、非常に打線のつながり、ね、この打順っていうところは非常に、グッと、ナイス采配、ね、だったかなと。いうところがあります。中日はですね、もう完敗です。10対0です。言うことがないです。日本ハムのいいところばっかりが出ましたね。で、12日、2対0で日本ハム。日本ハム先発加藤ね、7回79球、6安打5三振、1四球無失点と、非常にグッと。この、交流戦、全試合無失点、防御率 0.00、グッピッチ。ビッググーからの流星です。加藤、ナイスピッチ。ね。で、中日先発柳ね、8回114球、8安打5三振、無四球2失点。柳もグッピッチ。もう仕方ない。これで8回投げて2失点でしょ。負けんの？もうこれさ、打線だよ。ね、問題は。で、日本ハムはね、3回裏、石井ライト前、石川バント。で、上川畑三振するけど、ま、松本はね、レフトへタイムリーヒット。で、6回裏も松本がレフト前。で、タミヤバント。で、清宮センター前タイムリーとね。今度この12日は、堅実に。確実に。ね。この意表をつくのもあるけども堅実に行くのもあるっていうこの3連戦の日本ハムの戦い方は非常にこの金土日全てが違う戦い方で違う結果の出し方でそれを全部ものにしていくっていうところでは非常に采配選手の頑張り躍動感っていうところも非常に素晴らしかった。でその中で一番のやっぱり頑張りは先発投手陣がやっぱり3連戦で1点、まあリリーフもそうだけどね、1点しか取られてないっていうところもね、こういったところのいい相乗効果、投打噛み合うとはこのことですね。で、もう中日は、打つ選手です。もう、ほぼほぼ、もう加藤にも抑えられてね、何もできない。それはね、春コーチも、怒りますよ。ね。お前らつって、目覚ませこの、まあね、いろいろ SNS や、俺はね、正直あれはもうありだと思う。ね。結局は、信頼関係の中でどうなるかだと思うんだよね。だからそのいろんなところのコメントとか、いろいろ見ているとね、あの、パワハラやとかね、言われたことあるなんとかっていうね、多分そうやって思う人たち、ま、はね、多分その言われた人たちとのね、多分信頼関係が多分なかったんだろうね。だからって言って俺は春さんとそのコーチとね、みんなの信頼関係がどうかっていうのは組織の中だけだから分かんないからね。あれがこの組織の外に向けてだとね、問題あるかもしれないけど、まあ組織の中っていうところではね、その組織の選手とコーチね、上司と部下の間柄の、まあ信頼関係とか日頃のコミュニケーションとかね、日頃の付き合い方っていうところで、そういうのがね、出てくるっていうところのね、この活を入れるっていうね、まあほら、いろいろなやり方あるだろうけども、もう里崎自身はあれは別にあれでいいんじゃないのかと。あれがもしダメなんだったら、組織が注意をしたり、組織が改善を求めたり、組織が処分を下すことはあったとしても、その組織としてそういうコミュニケーション、信頼関係になった上の、ああいう風な取り組み方っていうんであれば、何ら問題もないし、それを、外から、ああだこうだね、言うことでもないしね。で、まあ、全員が全員に、ね、響き、渡らないかもわかんないけども、響く、すごい響く人も、よっしゃって思う人もいるだろうし、何言ってんねんっていう人もいるだろうけど、それはもう1対10、ね、1対10何人ってなると、それはそういう、なってくるかもわかんないけどね。でもその組織としてそういうふうなんで、春さんはもう、ああいうふうなやり方っていうところで考えると、俺は全然、逆に何が問題あるのと、それは気持ちわかるねって、言いたいよねって、ファンの人なんて、ね、パワハラやってけど、ファンの人の SNS 上のつぶやきもだいぶパワハラ入ってるからね。そうかん、パワハラ、モラハラね、入ってるけどね。そう考えると、まあ、あれぐらいね、やってまだ中日もね、今再開になっちゃったけども、まあ、交流戦上げてからね、また、このね、練習しっかりして、この奮起っていうところをね、期待したいな、と思います。でも、結果ね、この金土日、日本ハムのパーフェクトな試合展開によって、日本ハム3連勝でした。続いては、ロッテ対 DeNA で、10日2対1でロッテ、11日2対1で DeNA、12日5対4でロッテ、ロッテの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、10日ね、2対1でロッテ、ロッテ先発大島ね、10戦目今季初勝利、ガッツよく頑張りました。6回82球、5安打5三振、無四球1失点と、まあ、対角線のね、ストレートがとにかくグッとピッチングね。まあ、これがあるからね、スライダー、チェンジアップが生きるっていうね、もう大島の生命線は右バッテのインコース、左バッテのアウトコースのストレートがどれだけコントロールキレよく投げれてるか、これが一番の生命線。その中でも、特にこの試合はね、素晴らしいストレートをね、投げてたかなと。
で、DeNA 先発大抜きで、6回89球、4安打2三振、291デッドボール2失点と。まあ、試合は作ったけども、ちょっと全体的に球高くて、まあ、三振もここ数試合の中ではやっぱ最低の数っていうところでね。で、あとフォアボールからの失点っていうところがね、もったいない。まあ、2失点だからね、悪いなりにも非常にね、いいピッチングできたっていうところはあるけども、ちょっとね、もったいなかったかなと。ね。ロッテはね、3回裏。安田がね、ライトへツーベース。これ DeNA ね、外野の守備陣がね、ちょっと全体的に左に寄ってんだよね。だから多分安田は引っ張れないと思ってんだよね。だから引っ張れないと思ってるから、普通に1、2塁間抜けた強いゴロだったけども、それが、フェンスまで届くことによってツーベース。これね、ちょっとポジショニングだね。次の日から元のね、ライト海老名がこっちに、右寄りになったから、まあそういったところの修正はね、すぐしてきたっていうところは良かったけれども、これちょっとポジショニングミスでね、ツーベースになって、エチバリアがね、バント。そんなね、うまいとは言えないけど、頑張ってバント。ね。で、高部がね、センター犠牲フライ。効率的によくね、非常にグッと点の取れたかなと。でね、6回裏、ワンアウトからね、マーティンフォアボール、中村フォアボール。これ痛かったね。で、佐藤レフトフライ。で、レアードがボール先行して、ツーシーム、詰まらせとっととして勝負しに行ったけども、結局ボール先行したことによって、レアードがね、しっかり気分よく触れたっていうね。まあ、詰まりながらもこのセンター前タイムリーっていうところがね、まあ、これ決勝点になったんだけども。で、DeNA はね、8回表、最後のチャンスね。ツーアウト、満塁から、牧がね、サードゴロ。で、9回表、ツーアウトから、外ね、ツーベース、戸柱ライフトフライ。こう、1本で出ればね、同点っていうところで、最後ね、1本です。ね。で、DeNA はね、4回ね、海老名がね、ライトへホームランっていうね、素晴らしいホームラン。ね。で、5回、ノーアウト1塁からね、森、2ボールから、バント、ピッチャーゴロ、強振ね。これ、バッと。2ボールから、もうちょっときっちり、バントしていこうと。ね。で、その後、盗塁失敗。バッと。ね。チャンス強いやつ。佐藤投手や。佐藤いいね。スローイングほんとよくだ。守備ほんとよくなってきたね。これはね、非常にこのまま続けてね、頑張って。言ってもらいたいと思います。だから DeNA 的にはね、最後の一本がね、出なかったなっていうところの敗戦でしたね。小島、今季初勝利、おめでとう。ね。で、11日、2対1で DeNA というところで、今日の試合ね、ロッテ先発、佐々木朗希、8回94球、3安打5三振、無四球1失点。ね。で、前回ね、巨人戦の反省を非常に活かしたかなと。だからまあ、7日7日というところでね、まあ、松川、そしてコーチ陣本人ね、含めて、多分反省したと思うんだよね。だから巨人戦っていうのは、調子がね、上がらないにもかかわらず、調子がいい時と同じような、ストレート、フォーク中心の配球をして、まあ、カーブ、スライダーっていうところをほぼ使わないでね。でも悪く最後にっちもさっちもいかなくなって使い出したけど、突起すでに遅しっていうね、ところの配球がね、やっぱ反省点になっただけに、で、この試合はね、しっかり前回の反省を活かして、まあ、この試合もね、まあ、めちゃくちゃ悪かったわけじゃないし、めちゃくちゃ良かったわけじゃないけども、やっぱり全体的にね、フォークは抜ける、ストレートも抜けるっていうところでね、しっかり、反省を生かしてね、この試合のメインはね、まっすぐスライダー。これまでの試合っていうのはまっすぐフォークが9割。で、カーブスライダーが残りの1割っていうところのね、投球パターンでしたけども、この試合はね、だいたい6、70% がストレートスライダー甘い。で、フォーク投げていくけども、やっぱりなかなか安定せずっていうところでフォークは少なめ。でも非常に、クピチ、ニューローキが見えた。でもこれね、やっぱフォークしっかり投げていかないと、安定しないと三振は減るっていうところで、三振の数がね、5個っていうところでね、8回投げて、ね、少なくなってますけども、やっぱそのね、スライダーっていうところで、これね、スライダー、カットボール系、ほぼコントロールミスなく、アウトローにね、非常にいいところを投げてたんで、素晴らしかったと、思います。DeNA ね、先発京山、6回92球、3安打3三振、2球1失点と、もう本当ね、コースに低めにね、非常にグッピッチ。まあ、特にね、カットボール良かったかなと。で、たまに投げるカーブっていうところで緩急つけてね、で、しっかりね、試合を作れたんで、勝たせてやりたかったね、今季初勝利。あんたき素晴らしいね、ピッチングしてる中で、DeNA はね、2回、で、牧ね、これ牧と松川の対決ね、交流戦前のイベントでストレート狙っていきますって、松川は、じゃあ初球ストレートいきますって言って、どうなるのかなって見てたら、本当に初球ストレートだったけど、高めに外れてボールっていうね、ストライク投げてほしかった。でもその後ね、ストレートストライク投げて、で、振らなくワンボールワンストライクから、カーブね、それをライトに見事にホームラン、マキ、グッと。ね、これはもう反応だね、途中ピッと止まったからね、狙ったわけじゃなくて反応。ね。で、こう1点取って、まあそのままでいくかなっていうところでね、ロッテは6回裏、高部はね、セーフティーサード、グッと。めちゃくちゃうまかった。あれ、サード、柴田。もうちょっと前かな、ちょっと遅かったね。で、ここで、ね、盗塁。ね。で、ここでマーティンがね、ノーアウト、2塁から、フォアボールになるんだけど、フォアボールの球ね、ミネイがパスボール、バーッと。ああいうのをしっかり取ってこないと、ピッチャーにこの偉そうに言ったりとかいろんなこと言ってもね、説得力なくなるんだよね。まだワンパンは100歩譲ってあれだけども、ノーパンのホークスプリット系、普通にパスボールはもう、バーッと。
ね。で、結局、三塁まで行って、中村がね、センターへきっちり犠牲フライ、同点。これで京山の勝ちが消えるっていうところでね、まあ、こういったところは、まあ、しっかりやっていこうと。ね。で、ロッテはね、9回裏、ね、ワンアウト満塁無得点になるんだけども、この時もね、DeNA がね、9回表に、ピッチャーはね、増田に代わって、先頭佐々木がね、エチェバリアの悪送球。エチェバリアスーパープレイもするけど、超簡単なやつもエラーするんだよね、バーッと。で、ランナー出て、で、関根、送りバント、失敗。セカンドアウト。なって、で、その後、海老名。で、盗塁、失敗で、アウトっていうね、ところで、このチャンスをバントで生かしきれない。ね。で、そのミスが起きた時に来るのが9回裏のね、攻撃。ロッテはね、ワンアウトから、荻野がね、ライト前ヒット。海老名、これね、グラブ入ってたから、あれは取っときたかったね。ね、その前のクワーラのね、荻野のやつは、あれはまあ、土手ちょっと行き過ぎだけどね。海老名のあれは取ってほしかった。で、ライトをね、で、エチェバリアセンター前ヒット。まあ、これもね、牧がね、日曜日はいい牧ね、グップレイしたけども、この、玉際ね、だからこの玉際のね、この取れなかったっていうところでね、ワンアウト一三塁。で、角中がね、出てきて、代打でね、で、フォアボール。で、ワンアウト満塁からね、高部、セカンドゴロ。で、マーティ、三振っていうところで、クリスキー、まっすぐからの、あのスプリット系、あの角度一緒でコークのとこ落ちるの、あれはね、決まったらね、ハマったら多分そんな打たれない。すごいいいボールだったね。でそこで点取れず、あちゃー、これさよならの流れ来てたのに、っていうね、いうところで、で、今度は、10回裏に、ね、ロッテは、ね、中村がセンター前ヒット。で、これ佐藤としては、バントダブルプレイ、バット。ね、で、レアダウト。これまだ今度は、ロッテはバント心配で、チャンスを逸して、ね、で、続いて、11回の表、ね、ピッチャー東條に代わって、柴田がセンター前ヒット。で、今度は峰、ツーストライクまでバント決めれなかったけど、スリーバントで決めて、しっかりね。で、バントを決めて、で、ワンアウト2位から、代打、ヤマト。去年の横浜スタジアムでもサヨナラヒットを打って、俺その日見に行ってて、とか、久保との OB チャレンジイベントでね、出て、見てて、サヨナラ。俺これ2年連続かって言ったら、初球のストレート、当時甘いとこ入ってきたやつをフルスイングで、左中間を抜ける、勝ち越しのタイムリー、ツーベース。で、この1点でね、勝ち切るんだけども、結局ね、これバントっていうところのミスがね、相手にチャンスをやってっていうところ、ロッテやっぱりこの、9回の裏のワンアウト満塁、ここでね、1点取れなかったことっていうのがね、敗戦に、なっちゃったかなっていうところですね。で12日日曜、5対4でね、ロッテということで、ロッテ先発ね、佐藤翔馬、6回ね、92球、4安打7三振、1四球、2失点と、もうストレートね、切れてて、あと両サイド低めにね、まっすぐカット、スライダー、チェンジアップ、非常にね、グッピッチング。前回もね、いいピッチングだっただけにね、今回初勝利、おめでとうね、というところでね、いい勝ち方。でね、ロッテは初回ね、マーティン、豪快に高め、ライトへね、スランホームラン、いきなり打ったね、全然打てなかったのにね、俺のコメント聞いたのかな、オスナが入ってきたらもうマーティン落とすかなっていうのがね、聞いて、ね、発奮したかな、まあ、よかった。で、DeNA はね、6回、マキのね、ライトへのツーランで、追い上げるも、ね、すぐ裏、6回裏にね、山口レフトへツーベース。でね、佐藤バント、今日は成功、おめでとう。ね、やっぱそういうの大事です。ね、4番目のバッターからね。で、エチェバリーのね、レフトにタイムリーヒット。で、安田フォアボール。で、高部アウトになるけども、その後にね、荻野がレフトにね、タイムリー。ね。で、8回裏も荻野がね、ライトにタイムリー。結果的にこれがね、大きかったね。で、DeNA はね、9回、表に、ピッチャーマスター変わってね、宮崎センター前。で、山田アウトになるも、ソートがね、ツーベース。で、戸柱がセカンドゴロの間。で、コーラーの時に、ボードワイルドピッチカート。止めなきゃ。9回出てきてるのに、それもできなきゃ意味ないよ。ね。で、まあでも結局ね、その、荻野のね、1点が、8回裏の1点が効いて、5対4逃げ切りっていうところでね、で11日の試合でね、増田が150セーブ、150ホールド、藤川増井以来、グッと、止めると。ね、頑張ってる。ね、こっからも頑張って。止めてくれないけど、頑張って低めに投げ続けろ。ね、はい。ということで、結果ね、2勝1敗で、ロッテの勝ち越しでした。続いて、楽天対巨人。10日、1対4で巨人。11日、8対1で楽天。12日、9対2で楽天。楽天の2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、10日ね、4対1で巨人。この日ね、BS テレ東で解説させていただきましたけども、巨人先発戸郷ね、9回132球、4安打9三振、3四球1失点と、まあ、前半ね、逆球、抜け球が多くて、まあ苦しい投球。で、特にね、対角線。右バッターへのアウトコース、左バッターへのインコースの球が、ほぼシュート回転して真ん中、下手したらね、逆まで行くっていうぐらい、なかなか定まらなかったけども、まあキャッチャーね、先発山瀬ね、ジェスチャーね、
こう弾くですよ。こうジェスチャーしたりとか、こうオッケーオッケー、こう手叩いてね、このピッチャーに鼓舞したりとか、今のでいいよっていうしたりとか、非常にね、グッド。ね。まあ、構えとかね、衣装時も伝えてたし、そういったね、このジェスチャーでね、いろんなことを引っ張ろうとした。これがね、配球以外のリードなのよ。だからリードっていうのはない。出すだけじゃないのよ。だからそういったところも含めて、山瀬はね、グッド。ね。非常にそういう、この献身的な、その姿勢、しっかり構え方、そのジェスチャー、ね、やることをしっかりやってるっていう、この賜物、これがね、リードです。よくね、覚えておきなさい。サイン出すだけがリードじゃない。あれはね、配球やってるだけ。これがリードです。ね。そういったところで非常にね、山瀬、戸郷ね、戸郷悪かった、引っ張ったんじゃないかな。で、ブロッキングもね、良かったし、ただね、解説してるときに、ちょうど褒めてるときに、ポロンチョするのはね、やめてほしいね。俺の褒めがちょっと薄まっちゃうね。せっかく褒めてるのにね。そこら辺はね、しっかりやってください。ね。あと、バッティングはね、村田修一の真似かな。ね。あと、強く触れればね、面白い存在になってくれるんじゃないのかな。というところでね、この戸郷のね、ピッチングっていうのを、山瀬が非常にね、カバーしたところもあって、で、7、8、9の終盤はね、ほんと逆球も少なくなって、この対角線のストレートがコントロールよく投げて、最後ね、完投するけども、この最後の7、8、9の追い上げのね、この戸郷のピッチングっていうのは、非常に、グッと。ね。本当に素晴らしい修正能力の高さだったかなと思います。で、楽天先発はね、藤井。4回77球5安打、三振0、三四球4失点と。まあね、勝負してない。もう打たれることへの恐怖心があるんじゃないのかって見えちゃうね。この、打たれたらどうしよう。厳しいとこ投げなきゃってね、ボール先行して。で、初回ね、浅村がこうレフトへホームラン打ってくれてね、援護してくれていい幸先スタートになったのがもう全部台無し。これも、まあ、戸郷がね、外にあって真ん中に入ったんだけども。だからそういったところではね、この、もうちょっと大胆にね、もう打たれたら仕方ないんだから、もうその大胆にストライク投げていかないと、もったいないね、相手によって名前負けしてるね。そういったところは、もうちょっとプロの自覚を持って、二軍でね、修行し直してほしいかなと思います。で、巨人はね、初回ね、浅村に先制ホームランを打たれるも、2回ね、岡本フォアボール、坂本フォアボール、で、ウィーラーがセンター前、満塁になって、ポランコが犠牲フライ。で、松田がワンアウト一三塁からセンターへのタイムリーツーベース。だから松田もね、追い込まれるまではしっかり振っていくけど、追い込まれたらコンパクトになるっていうところではね、非常にいいバッティング使い。で、やっぱりね、坂本を尊敬してるだけ、バッティング方もね、坂本によく似てるなと。で、4回もね、ツーアウトから丸がね、バックスクリーンのホームランっていうね、この一発っていうのがね、非常に大きかったかなと。だからもう俺はこのもうね、3回で変えてもよかったかなってね、正直は解説でも言ってましたけどね、藤井ね。で、このね、松田はね、守備でもよかった。8回ね、島内のサードゴロね、ダイビングキャッチして守備もグッと。あのプレーでね、多分戸郷の完投が入れて、リリーフね、使わないでよかったっていうところもなったんで、あのプレーがね、戸郷の完投を呼び込んだかなと。で、楽天はね、このね、3回裏の武藤がね、アウト。で、西川フォアボール、小深田ヒット、浅村フォアボールで、ワンアウト満塁から、島内銀次で1点取れなかったのが大きかったね。ここ楽天取ったらね、キーポイント。ここで1点取れたら、戸郷もね、ひょっとしたら立ち直れなかったかもしれない。こういったところがね、正直痛いね、プレーになったかなと思います。続いては、11日8対1で楽天というところで、楽天先発早川ね、6回101球、5安打5三振、1四球1失点と4勝目です。ね、2、4、5回、ピンチ作るもね、1失点で抑えて、まあ、調子はそんなによくは見えなかったけども、しっかり、踏ん張りだかなと思います。巨人はね、4回のね、1点のみっていうところが、まあ、キーポイントだったかなと。2回裏にね、楽天は、島内ショートゴロ。で、銀次がね、ライト前ヒット、辰巳ライ、センターへのツーベース。で、鈴木大地アウトで、川島がね、2アウト2、3塁から、レフトスタンドへ3ラン。川島、グッツ。しかも初球甘いとこ入ったところを振りに行く。まだまだやれるね。で、3点取って、で、追い上げムードの時にね、この4回表、ワンアウトからね、吉川、岡本がね、ヒット2ベースで、ワンアウト2、3塁になって、坂本タイムリーヒット。で、このワンアウト1、3塁からウィーラー、ポランコがアウト。ここでね、もう1点ね、こう2点目っていうところを取ってれば、状況がね、変わったかなと。で、5回もね、ワンアウトから山瀬がツーベース打つけども、丸ウォーカーが続かないっていうね。だからこういったところで、しっかりね、早川をね、ピンチを脱したっていうところもあるし、ジャイアンツはあと1本出なかったっていうね。で、5回ね、この先頭のね、この、増田のね、センターに抜けるのをね、川島がダイビングキャッチっていうところのね、これアウトも、この5回がね、0点に収まったところなんで、増田、ね、野田球、ね、川島、グッと。ナイスプレー。ね。攻守に当たって素晴らしいプレーでしたね。
でもあとはね、7回裏に浅丸がね、ノーアウト満塁から2点タイムリーツーベースで、島内タイムリーヒットで、銀次が犠牲フライと、このクリーンナップでね、しっかり点を決めるっていうところのね、まあ、この4点取って7対1になった時点で、まあ、勝負ありっていうね、ところだったかなと思います。メルセデス菊池桑原伊能とね、全員失点してしまう。伊能もね、足当たってせっかくここ登板でまた頑張っていかなきゃいけないところね、ちょっと心配かなと。楽天はね、早川、西口、安楽、鈴木でね、しっかり1失点で試合をね、勝ち切るっていうところでは素晴らしい、勝ち方だったかなと。で、12日ね、9対2で楽天っていうところで、楽天先発則本ね、7回105球、6安打7三振、無四球2失点と、100勝、そして1500イニング、おめでとう。グッピチン。ね。で、巨人先発山崎ね、1回3分の2、50球、6安打3三振、無四球5失点と、もう試合がね、ほぼほぼ決まっちゃったかなっていうところで、もうこのね、2回の裏に、一挙9点。ね。ワンアウトから辰巳がね、ホームランで、茂木アウトでツーアウト、こっから始まった8得点だからね。太田がね、センターへツーベースで、武藤がレフトへタイムリースリーベースで、西川ライトへタイムリーヒットで、小深田がライトへタイムリーツーベースで、ピッチャーね、鍵谷に代わって浅村フォアボール、島内フォアボール、バーッとリリーフで8来てフォアフォアは痛いよ。でその後ね、ツーアウト満塁から銀次がね、タイムリーヒットで、辰巳がツーアウト1塁から右中間へスリーランホームラン、1イニング2本塁打というところで、辰巳にビッググーからのスパイラルグー、非常に、素晴らしいホームランだと思います。まあ、これでね、勝負ありっていうところで、まあ、則本はね、あとはスイスイスイといけたしね、巨人としてはもうこの9失点、あとはもう打つ手なしでございます。結果楽天の2勝1敗で勝ち越しでした。続いては、オリックス対阪神。10日1対6で阪神。11日3対2で阪神。12日9対1で阪神。阪神の3連勝！ここに来てタイガースが上がってきました。はい。10日ね、6対1で阪神というところで、阪神ね、先発青柳。7回121球、2安打7三振、1球1デッドボール無失点。交流戦防御率、日本ハム加藤と同様に 0.00。クピチ。ね。オリックス先発山崎ね、サチア。5回108球、6安打4三振、1球5失点。でも自責1位だからね。ここ5失点でも自責1なのよ。だからなんか頑張ってね、守備のミスっていうところがね、まあ完敗にね、オリックスになってしまったかなと。で、阪神はね、初回、2アウトからね、近本がレフトツーベース、佐藤フォアボール。で、2アウト1、2から大山のね、ライトへタイムリー。ピチ。ね、このね、大山のやっぱこの交流戦活躍っていうのはね、見逃せないね、阪神の浮上に当たってね。で、5回表、2アウトから中野がライトへツーベース。でね、近本、サードゴロ、胸、ファーストへ悪送球。ね、で、2アウト1、3塁になって、佐藤のサードゴロ、胸、エラー、バーッと、ゴールデングラブ、頑張っていこう。ね。で、ここでね、一つ問題なら、まあ、エラーはまあね、仕方ない。頑張った中でね。で、なったとこで、胸がね、この佐藤のね、打球に、取れなくて、ちょっと寝転んでる間にね、この一塁ランナー、近本が三塁へ狙ってね、走ってくる。で、胸はね、三塁ベースに入るのが遅れて、戻りながら取ってね、タッチしきれずセーフ。近本、グッド。素晴らしい隙を狙ったね、走塁。逆に胸バッと。エラーした次よ、バーって寝てる場合じゃないよ、すぐ起きなきゃ。これ一瞬だったけど、この一瞬の隙を見逃さなかったね、近本。これね、もし見れる人いたらぜひ見てくださいね。で、その後大山はね、レフトへスリーランホームランで、結果4点大山ね。こういったところでね、そのミスっていうところ、これミスがなかったらね、終わってたからね。0点だったところが結果で、4得点になっちゃうっていうところがね、やっぱオリックスとしてはきつかったかなと。でね、ピッチャー長役になって6回表ね、ワンアウトから山本レフト前、で坂本ショートゴロ、で島内フォアボール、中野フォアボール、ツーアウト満塁から近本のね、まだタイムリーっていうところで、しっかり取れるべきに取って、この上位打線っていうのがね、うまく回ってますね。で、オリックスはね、ミスで完敗です。はい。で11日、3対2で阪神というところで、オリックス先発山本ね、8回112球、7安打8三振、無四球1失点、無四球1デッドボール2失点の自責1。ね。で、阪神先発伊藤、5回3分の1、99球、6安打4三振、無四球2失点、自責こちらも1っていうところでね、投手戦の中で、オリックスはね、初回、福田のね、レフトフライをレフト島田でグラブを弾いて落とす、パーッと、エラーで出塁。で、ノーアウト二塁になって、胸がね、ファーストゴロ、進塁打。で、中川のね、センターマータイムリーと、相手のね、エラーをしっかり得点につなげるっていうところでは非常にいいね、立ち上がり。で、5回、佐野がね、引っ張り込んで、佐野のあの引っ張り込むのうまいね、全体的にね、よく見るバッティング。レフトへツーベース。で、福田バンド、胸がね、ライト前ヒットと1打点。これ、いい流れ、ね、いい流れ。このまま山本投げてて勝っていくっていうところで、こっから結局、ミスで、自滅です。阪神ね、
ツーアウトから近本がねショートに悩んだで、佐藤がね、ライトタイムリースリーベースなんだけども、ライト佐野ね突っ込んできて後逸、これね記録上エラーになってないけど止めたいね、しっかり止めたい、前にね取れなかったとしてもそこもね外野としては大事で、その後ね、ツーアウト三塁から伏見がねパスボール股の下遅いで、若干ワンバツすると思ってミット上げちゃったっていうね、この遅いで1失点、これ2点だからね、だからこの1点は取られたとしてもこの2点目は取られることなかったと思うんだよね、このままね勝ち切れただけにね、これもったいない、これね確か8回だね、8回だからもうすんってね、関東で行く流れだったかもわかんない中このミスはね痛いね、で同点になってでね、阪神はね10回表ワンアウト一塁からダイソーね久保がね盗塁して、でショート野口が入るのが遅いで、若干ねその一塁側にそれたけども入るのが遅いから走り取りして対応できないで取れなくて、で熊谷の頭に当たってセンター転がっていってて、でしかも外野はねあのサヨナラに、あサヨナラっていうか、ホームに帰ってこないように守備後ろだったんだよね、で慌てて前出てきたけども熊谷一気にホームイン、熊谷ガッとナイス、オリックス守備陣バーッと、まず野口が入るの遅いねショート、あれもっと早く入らないと、確かにねそのそれだけどあれぐらい処理しないとその走り取りっていうのはキャッチャーの立場からしたらちょっと納得できないね、でオリックスはね11回裏ワンアウト一三塁から、福田ショートフライで、宗、サードゴロ熊谷ね、ボテボテだったけどランニングスロー熊谷グッとビッグ熊谷ね、足でも勝って最後守備でもいいプレーっていうところで結局ねオリックスはミスで自滅っていうね、本当にもったいない、1点になったかなと思います。で12日はね9対1で阪神っていうところで、阪神先発ガンケルね9回115球5安打7三振無四球1ってもうキレッキレです、でゴロアウトばっかりでキレッキレでね動かしながらもうインコースシュートもね良かったしね、で完投勝利ガッね、でオリックス先発宮城ね6回94球6安打4三振2四球1デッドボール4失点と、ちょっと制球苦しいんだっていうところがね持ち味発揮できなかったかなと。で阪神はね、まあ、3回5回7回9回と、しっかり得点していくっていうところでね、ガンケルがね非常にいいピッチングした中で、3回表ね、ロハスがねデッドボールで、長坂バンドして山本フォアボールで、北条アウトになるけども近本ね佐藤輝がね連続タイムリーで2点取って、で5回にも1番山本がねヒットで、北条アウトになるけども近本ヒット佐藤フォアボールで、大山がねライトへタイムリーヒットっていうね、もうこのもう流れが非常にできてんだよね。で7回も、山本がね、ヒットで近本フォアボールでつないでワンアウト1塁から、佐藤輝がねライトへ2点タイムリーツーベースっていうところで、もうこの1番からのこのクリーンナップの流れがね最強ガッね。で9回表もねでまた山本からライト前ヒット島田ヒット近本アウトになるけども、佐藤輝がねスリーランホームランでねもうダメ押しっていうね、ところで、まあ今日ね、ピッチャーが宮城っていうところでいつもね島田中野近本だったところが1番にね山本を入れてくるっていうところでね、でこの山本がね4打数3安打との躍動、山本が出ることによって近本と連動して佐藤輝がこの試合6打点っていうね、非常にこの1番からの流れっていうのがグッと、ね、オリックスはもう打つ手なしでございます。ガンケル打ち崩せなかったんでね、結果阪神の3連勝っていうところでね、非常にミスをねついて素晴らしい戦いだったかなと思います。オリックスはね結局ミスがね響いた負けっていうところで、この交流戦ブレイクでねそこら辺はしっかり修正いくしていく必要があると思います。はい、続いてソフトバンク対ヤクルト、10日3対1でヤクルト、11日7対4でヤクルト、12日3対0でヤクルト、ヤクルトの3連勝、そして交流戦最高勝率の優勝おめでとう。ヤクルトにグッからのビッググースパイラルからのナイアガラでビュースター10日3対1でヤクルトということで、ソフトバンク先発戦がね7回115球6安打9三振2四球1デッドボール2失点と、でヤクルト先発大川7回98球9安打3三振無四球1失点と、まあ、非常にね投手戦っていうところでね試合がね繰り広げられた中でね、ヤクルトはねほぼチャンスない中ね、初回2アウトから山田デッドボール村上ライト前で、坂口がね前日初昇格っていうところからねセンター前タイムリーね、で4回表も村上がねインコースのストレートレフトへホームラン、非常に素晴らしいバッティング、ね、
で、8回表、ピッチャーね、藤井に変わったところで山田がね、レフトへホームランと、もうチャンス少ない中、その坂口ベテランのタイムリー、そして効果的な一発っていうところでね、勝ち切ったかなと。で、ソフトバンクはね、初回1点止まりね、複数点行きたかったところね、この1点止まりっていうところとね、初回、だからこの、初回ね、坂口のタイムリー1点取られた後に、1回裏ね、シュートライト前、牧原レフト前ヒットでね、ノーアウト1、3塁になってからの柳田のね、ダブルプレーの間に行って、ここで柳田がね、繋げていって複数点内欲しかったかなと。ね。で、あとはね、この2回ね、2回の裏、ワンアウト1、3塁からの回のね、セーフティースクイズファール、スクイズもファールで、で、結局打ちに行って4、6、3、ダブルプレーね。これ、バッと、回決めきれなきゃ、この1点取れなかったっていうところもね、非常に良かった。だからエース対決っていうのは、こういうところでしっかり取りきれないとやっぱりきつくなってくるね。で、小川はね、その前半戦ちょっとね、バタついたけども、4回以降ね、低めにしっかりね、制球できて、尻上がりにね、立ち直っていって、非常にね、グピチだったと思います。接戦をね、ものにして、ソフトバンクをね、そのミスっていうところが痛かったかなと。で、11日ね、7対4でヤクルトっていうところで、ヤクルトね、この日交流戦優勝を決めるんだけども、ヤクルト先発ソアレスね、4回3分の2、73球、6安打4三振、1四球、4失点と、まあリリーフいいからね、本当にもう早い回でね、心置きなくね、帰れるっていうところはね、非常に、その采配面に対してもね、このリリーフの良さね、高津監督もね、リリーフ全員が MVP って言ってたように、やっぱ良さがね、伺えるこの投手起用だったかなと思います。で、ソフトバンク先発 大関ね、5回、103球、8安打、1三振、4四球、3失点。まあ、制球ね、苦労して、高めも行って、まあ、その中ね、まあ、5回3失点、最低限っていうね、ところかなと思います。で、ショートバンクはね、初回、野村がね、センターバックスゲン、ツーランホームラン。で、4回ね、ツーアウトから、牧原グラシアルね、連打で。で、松木フォアボール。で、ここで松田がね、レフトへ、2点、タイムリーツーベース。これ、もうめっちゃいい展開で、あ、これはもう、今日この試合は、ソフトバンクかなっていう中でね、まあ、2回にね、山崎のタイムリーヒット1点取ってんだけども、この試合で4対1っていうところでね、まあ、これでなんとかいけるかなっていうね、中で、5回表ね、また村上がレフトスタンドへツーランホームラン、そして6回ね、ワンアウトから長岡ヒット、塩見ヒット、山崎ヒット、山田哲人三振でね、村上がツーアウト満塁からね、香山のスリーボールツーストライクからスライダー、もうあれ狙ってたね。でもあれ行くしかないね。あの一球で、ね、行ったインコースのツーシーム系、あれで仕留めたかったけどね、あれなんとかカットしたっていうところがね、村上の勝利だったかなと。で、最後はね、満塁ホームラン、ベンチで山田がね、こうやってね、村上サンキューっちってね、言って、おー、どう、オッケーっちって、あのホームランでね、逆転っていうところでね、しっかり勝ち切ったっていうところは大きかったかなと。もう村上祭りだ、わっしょいわっしょいって言ってね。で、リリーフもね、梅野コール、今度マクガフでね、グッドリリーフでね、しっかり勝ち切って交流戦優勝でございます。そして12日はね、もう今度はもう先発ヤクルト高橋奎二が9回118球、6安打10三振、無四球、無失点、ガーッ無四球だからね、10三振、素晴らしい。これで日本シリーズ以来の、レギュラーシーズンは初完封かな。で、ソフトバンク先発はね、6回96球、1安打8三振、2四球、無失点。この年であのストレートキレッキレは、やっぱりもうトレーニングの賜物だね。だからもうスライダーもチェンジアップも全部も生きるしね。非常にいいピッチング。勝たしてやりたかったけどね。でもそれ以上に高橋奎二がね、良かったっていうところでね。で、まあ、ヤクルトはね、8回、ピッチャーね、ソフトバンクは又吉。ね、オスナがね、サード内野安打。で、奥村がね、送りバント決めて、ワンアウト二塁から長岡タイムリー。で、塩見がね、最後、とどめのレフトへ、ツーランホームラン、塩見がって。いや、帝京大学頑張ってるね。青柳、塩見、いいね。西村、広畑、もっと頑張りなさい。ね。で、結局ね、勝ち切ったっていうところで、まあ、ソフトバンクはもう仕方ないね。この高橋奎二に完璧に抑えられたっていうところでね、もう流れもあるし、非常にね、この痛い3連敗だったかなと。で、この日ね、珍しいプレーがね、松田がね、牽制で変な形でアウトになってね、あの、一瞬外れたところ、オスナがタッチっていうね、こうリクエスト。これね、いつだったかな、火水木の試合、このね、1週間以内にね、オスナ1回やってるんだろうね。俺見てて、お？なんや？と思って、そんなんじゃアウトにならへんやろって、思ってた。あの時もこうやってリクエストやってたんだけど、その時リクエスト誰もやんなかったんだけど、あの、多分その後言ったんだろうね。そういうのあるから見といてみたいなね。オスナパパってやって、リクエストしたらアウトっていうね。オスナ、グッズ、マッチ、バーッと。ベテランだから、そういう。ね。でも、考えるね、オスナも。ヘッドサイニング変えて、手ついたまま足つかないよね。一瞬離れるよね。両方が。手つけたまま足つけるって。
なかなかないね、手から帰った場合。だから今度から気をつけないと、オスナにセリーグの選手やられちゃうよ。全部ヘッドで帰っても手ついたまま足つけるっていうね。でもね、オスナもよく見てる。オスナにねビッグクあげたいと思う、あのプレーね。でもね、前回もやってたのよ俺。あ、まだやったと思って。そういったところはね、非常に全試合見てるとね、面白い展開になっていきます。結果ね、ヤクルトの完勝でございます。交流戦も完勝で、ございます。ということでね、ベストナイン最後に発表していきましょう。パリーグからピッチャー日本ハム加藤、防御率 0.00、 交流戦グッピッチ。キャッチャーロッテ佐藤俊也、成長してきたね。ファーストロッテ山口、使っていこう、しっかり打つよ。セカンドロッテ中村、交流戦いい終わり方です。サードオリックス宗、守備頑張ろう、ゴールデングラブ賞だから。ショートソフトバンク牧原、打撃好調。レフト西武オグレディ、週間10安打4ホーマー8打点はやばい。センター日本ハム松本、首位打者帝京魂。ライトオリックス杉本、徳島商業出身。 DH 西武栗山、職人技。リリーフ日本ハム北山、2セーブ2ホールドはさすがです。新人王に向けて頑張れ。セリーグピッチャー横 DNA 今永、ノーヒッター。キャッチャー中日木下、再開になってるよ。ファースト阪神大山、8打点、あなたの力で交流戦大活躍阪神。セカンド巨人吉川、全試合安打。サードヤクルト村上、日本の4番、交流戦優勝はあなたの最後の一本で決まりました。ショート広島上本、副長。レフトヤクルト山崎攻守、グッドプレー。センター阪神近本、11安打6得点は素晴らしい。ライト阪神佐藤、1試合6打点はさすがです。 DH 中日ビシエド、シーズン帰って中日上昇はあなた次第です。リリーフヤクルト田口、防御率 0.00、 いつも厳しいところで出されて、しかもしっかり仕事をする、見事です。はい、ということでね、交流戦も終わりましたけどね、申し送り事項はありません。なぜなら明日からないんでね、ちょっとホッとしますね。月火水木総チェックお休みです。ちょっと佐々木もゆっくりします。あとは交流戦全体のね、総チェック、水曜日ぐらいになると思いますけどね、もしかしたら木金になるかもわかんないですけども、そこをしっかりねまとめてまた出していきたいと思います。ということで皆さんもね、交流戦、ブレイクしっかり休んでね、また後半戦頑張っていきましょう。